沖縄の離島住民、中国の軍事的脅威リアルに、弾道ミサイル5発、76ミリ砲搭載の海警局船派遣も、玉城デニー知事の目に入らずか、中新庄誠氏。日本を取り巻く安全保障環境の悪化を受け、岸田文雄内閣は先週16日、反撃能力の保有などを明記した安保3文書を改定した。沖縄近くの日本の EEZ、排他的経済水域内に弾道ミサイル5発を撃ち込み、尖閣諸島周辺海域に海警局船を連日侵入させる中国の動向を、これまでにない最大の戦略的な挑戦と記した。これに反発したのか、中国海軍の空母遼寧やミサイル駆逐艦など計6隻が沖縄南方の太平洋上で訓練を続けている。八重山日報社編集主幹の中新庄誠氏は、沖縄の離島住民の深刻な危機感と玉城デニー知事の埋め難い温度差に迫った。沖縄の離島住民にとって2022年、中国の軍事的脅威は一気にリアルなものとなった。最も衝撃的だったのは、中国が8月、日本最西端の与那国島や最南端の有人島、波照間島周辺に弾道ミサイルを撃ち込んできたことだ。中国が台湾を包囲した軍事演習の一環である。日本が台湾有事に介入すれば、沖縄に容赦なくミサイルの雨を降らせると明確に予告したに等しい。石垣市の中山義隆市長は、好むと好まざるとにかかわらず、私たちの島はいざ台湾有事が起こった際、何らかの影響があると言明した。市議会も台湾有事の影響を調査する特別委員会を設置した。今や島の政治、行政、経済関係者は台湾有事、国民保護といったワードを日常的に使っている。軍事演習から時を移さず、中国は尖閣諸島でも新たな挑戦に出た。周辺海域ではすでに中国海警局の艦船が常駐しているが、中国は11月、過去最大級となる76ミリ砲を搭載した艦船を派遣してきた。デモンストレーションのように領海侵入させた。周辺を航行する日本漁船も中国艦船から接近や追尾などの威嚇にさらされ続けている。ミサイルで離島住民の不安を大きく煽り立てながら、反省の色もなく尖閣諸島で攻勢に出る中国の姿勢を見ていると、確信犯だと思わざるを得ない。つまり22年に入って、中国はもはや日本が軍事的な標的であることを隠そうともしなくなった。特に沖縄に関しては攻撃の秒読み体制に入ったことさえ示唆している。日本政府は年末近くになって、防衛費の大幅増額、反撃能力の保有、沖縄の陸上自衛隊増強へと慌ただしい動きを見せた。独裁者である習近平国家主席が一旦決断すれば、台湾から尖閣諸島、与那国島、石垣島、宮古島と中国の侵略が燎原の火のごとく広がることを遅ればせながら悟ったのだろう。しかし、八重山諸島から400キロ北上した沖縄本島ではガラリと雰囲気が変わる。政府の安全保障関連3文書が閣議決定されたことを受け、玉城デニー知事は詳細が明らかにされないままだとして、非常に残念とコメントした。抑止力の強化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生じることを懸念していると批判した。防衛費の財源が増税か国債かなどといった考えの違いはあるが、政府が何も手を打たないのは、離島住民を守る義務を放棄するようなものだ。沖縄本島という王国に住む知事には、離島という辺境は目に入っていないのかもしれない。沖縄本島からさらに海を隔てた本土となると、離島の危機は喉元すぎれば暑さ忘れるの状態ではないか。太平の世がもう終わったことをほとんどの国民が気づいていない。中国軍、日本近海で異様な活動、安保三文書に反発か。空母の発着艦、計130回、専門家、事態を既成事実化するサラミカ戦略も。日本周辺で中国軍が軍事活動を活発化させている。沖縄周辺に展開する空母遼寧は戦闘機などの訓練を繰り返し、17日以降計130回もの発着艦が確認された。日本政府が16日、中国をこれまでにない最大の戦略的な挑戦と記した安保3文書を閣議決定して以降、
中国軍の動きは異様というしかない。政府関係者は日本を念頭にした示威行動だろうと指摘している。中国海軍の遼寧は17日から20日、沖縄南方から東方の太平洋上で艦載戦闘機やヘリコプターの発着艦を繰り返した。戦闘機は約60回、ヘリは約70回の発着艦が確認されたという。防衛省統合幕僚監部が21日発表した。遼寧は中国から離れた日本周辺海域に展開しているが、日本を周回するように航行し、発着艦訓練を繰り返している。防衛省によると、遼寧は16日、ミサイル駆逐艦などとともに、沖縄本島と宮古島の間を抜け、太平洋に入り、北大東島や沖大東島から数百キロの洋上を移動している。海上自衛隊の護衛艦霧雨が監視にあたり、発着艦する戦闘機などには、航空自衛隊戦闘機が緊急発進、スクランブルして対応した。領空侵犯はないという。中国海軍はさらにロシア海軍と21日から定例の合同軍事演習海上連合2022を中国東部浙江省沖で開始した。習近平国家主席は同日、ロシアの前大統領で安全保障会議のドミトリー・メドベージェフ副議長らと会談し、連携をアピールした。遼寧の不穏な動きは何を意味するのか。軍事ジャーナリストの世良光弘氏は、実戦に限りなく近い訓練だ。安保3文書に反発した示威行動といえる。ナンシー・ペロシ米下院議長の訪台に反発したのと同レベルの活動だ。周辺には原子力潜水艦も展開し、連携している可能性がある。今後は空軍の爆撃機なども参加させ、より大掛かりな訓練を行う恐れもある。訓練の念頭には一義的に台湾がある。日本近海で訓練を繰り返すことで事態を既成事実化するサラミ化戦略もあるだろう。厳重警戒が必要だと強調した。中国空母打撃群が南西諸島攻撃訓練、習氏指示で安保3文書決定の日に開始。今月16日から沖縄県南方の西太平洋で活動している中国軍の空母遼寧を中心とする空母打撃群が日本の南西諸島への攻撃を想定した訓練を実施していることが分かった。中国政府関係者が明らかにした。習近平国家主席が日本政府の国家安全保障戦略など安保3文書の閣議決定に時期を合わせて訓練を開始するよう指示したという。中国政府関係者によると、演習期間は16日から26日で、空母打撃群には遼寧のほか、対地攻撃も可能な最新鋭大型ミサイル駆逐艦055型も複数参加している。日本が南西諸島へのミサイル配備を検討していることへの対抗戦略として、西太平洋の海上から南西諸島へのミサイル発射を想定した遠距離打撃の訓練を行うという、艦載機の夜間発着艦訓練も行っている。空母打撃群の冬季演習は例年12月頃に年間計画に基づいて実施しているが、日本が16日に3文書を閣議決定したことを受け、習氏が同じ日に遼寧の冬季遠洋訓練を実施するよう命じた。演習期間中、台湾に対する戦略爆撃機による東西からの強撃訓練も行う。日本の防衛省によると、遼寧などの空母打撃群は16日に沖縄本島と宮古島の間を抜けて太平洋に出て、17日に沖大東島の西南西260km、20日に北大東島の東北東450km を航行しているのが確認された。20日までに艦載機と艦載ヘリによる計約130回の発着艦を実施したという。艦載機なら南西諸島まで5分から10分で到達可能な海域だ。中国は積極防御の軍事戦略を取っているが、米国防総省は積極防御は攻撃の準備を行う敵に対する先制攻撃を伴う可能性があると指摘している。安保3文書は反撃能力の保有を明記したが、習政権は日本が南西諸島にミサイルを多数配備することを警戒しており、中国政府関係者は演習をもって日本の対中安保戦略を叩くと狙いを話した。
中国国防省によると中国海軍は21日から浙江省舟山沖でもロシア海軍と合同演習を開始した。対潜水艦や海上封鎖などの訓練を行うとしている。